リフティングのコツを抑えるには、まずは〇〇が必要。パパ編。こんにちは。サッカー上達コンサルタントのゴーです。本日はリフティングのコツを抑えるには、まずは〇〇が必要。パパ編をお伝えします。お子さんの歩幅は調べていただけましたか？その範囲が間合い、プレーエリアです。自然に足が出る範囲のことです。リフティング自体は一人で練習することができますが、パパと一緒に加速的に上達する方法を本日はお伝えします。パパがお子様にボールを投げてコントロールしてリフティングをしてもらう。これだけです。簡単ですね。ボールを投げるときに、パパが例えば3回と回数を伝えます。そしたらお子様が3回タッチしたら、今度はまたパパにパスをする。この数は増やしてもいいですし、減らしてもいいです。例えば5回と言ったら5回ボールタッチをしてもらう。1回って言ったら1回で返してもらう。慣れてきたら、回数を伝えるタイミングをギリギリにしたり、例えば伝え方を 5-3 の回数などね、考えさせたりしてください。これは結構頭を使うので、お子さんの判断と、プレーのスピードが落ちたりします。巷である方法ですと、リフティングは回数を増やしていくことが良いと伝えていますが、私は回数を少なくやってほしいと思います。真逆をいきます。理由は、試合中ボールをたくさん触る場面はそんなにないからです。あくまでも試合で活躍するための手段です。これはどんな時も忘れてはいけません。私のメソッドは、チームで輝くために必要なことをお伝えします。メルマガ毎日配信中。ぜひご登録ください。サッカー上達コンサルタント山本剛でした。